はい、どうも皆さんお疲れ様ないということでドマンです。本日はですね、またグラスを買ってまいりましたので、そちらの紹介をしていきたいと思います。本日はテイスティンググラスを買ってきました。で、普段なんですけれども、いろんなテイスティンググラスを僕使わせていただいてます。まあ、それも紹介しつつ、今日買ってきたテイスティンググラスを開封していきたいと思います。はい、ということで、普段ですね、私が使っているテイスティンググラス、まあ、ちょっと価格別に、紹介していきたいと思います。まずですね、1個目、こちらダイソーのウイスキーテイスティンググラスになります。これもちろんダイソーさんなので100円で売ってます。一時期ね、人気でなくなっちゃったみたいですけど、これね、今普通に売ってるんで、もしよろしければ買ってみてください。はい、そして2個目ですね、まあ、テイスティンググラスというわけではないんですけれども、こちらですね、木村ガラスさんのこちらのグラスになります。まあ、どちらかというとワインとかそういった部類をね、飲む時に使う方が多いんではないかと思うんですけれども、これ結構ですね、口がつぼまっていて、ウイスキーをテイスティングする時とか結構、いい感じで使えるんですよね。で、続いては、まあ、皆さんご存知グレンケアのテイスティンググラスですね。はい、まあ、これは定番なんですけれども、まあ、大体ブレンダーさんたちはこれを使ってるっていうお話を聞きましたけれども、まあ、ウイスキー初心者の僕もね、ちょっとね、欲しいなと思ってついつい買ってしまいました。はい、新しく買ってきたグラスがこちらになります。でんってまだ開いてないんですけど、普通に箱とか入ってなかったです。多分ね、結構貴重なグラスだと思うんですけど、ちょっと開封しますね。ではいきます。3、2、1、でん、こちらでございます。こちらのグラス、よく分かってないんですけれども、外この辺にバンって載せておきます。まあ、ここに小林酒造さんの名前が入ってるんですけど、いいなと思って買いました。はい、この3つを今後ね、テイスティンググラスで使っていきたいと思います。まあ、せっかくなんでね、今日この買ってきたテイスティンググラスを使ってウイスキーをテイスティングというか飲んでいきたいと思います。今日を継ぐウイスキーはデン、まあ、前回も開封動画、ショート動画上げさせてもらいましたけど、ディーコン、ザ・ディーコンにします。これうまいです。マジでハマっちゃって申し訳ないですけど、めちゃめちゃハマっちゃってます。ビーコンを注いでいきます。うわー、おしゃれ、両方おしゃれ、両方おしゃれです。いいっすね。なんかこうやって、あ、ちょっとそれっぽいじゃないですか。多分ね、ここにしっかりと香りが溜まって、その香りがこっから抜けて、うおー、めっちゃフルーティーな香りする。またちょっとグレンケアの時と香り方が若干違うような気がします。素人の意見です。まあ、ちょっと今日はウイスキーの感想ではなくグラスの紹介なんであれですけど、もう飲みたくて飲みたくてしょうがないんで、いただきます。乾杯。美味しい。あのね、まずこのグラス飲み口がすごいいいです。で、まあ、グレンケアもそうなんですけど、
口をつけて飲む瞬間にちょうどねここのあたりが鼻に当たるか当たらないかぐらいにこうなるんですよね。でグレンケアよりここの出っ張りの部分がボコってしてて、ここに香りがたまりやすいせいか、うん、飲んだ時に、うん、すごく香りがまとまって、うん、鼻に集中してきますね。はい。うん、これは気に入りました。なんかこうやって持ってうんやってる感じもちょっとかっこいいですね、うん、なんかいいアイテム購入できたなと思います。はい、ということで本日はこちらテイスティンググラス、新しいテイスティンググラスですね、まあ、購入してきましたっていう動画でした。皆さんもねおそらくお気に入りのテイスティンググラスがあるとは思うんですけれども、またこんなのがいいよとか、ありましたらぜひコメント欄で教えていただければなと思います。はい、ということで本日もお疲れ様ナイトドマンでした。バイバイ。